このメロンパフェ、それからチーズドリンクメロン。あめっちゃ映える。すごい。岩見の海みたいな。はい、始まりました。鳥取ズム TV です。今回は紹介するお店はこちらです。鳥取市でインスタ映えするスイーツが人気の鳥取チーズガーデンさんです。そして素敵なゲストをご招待しております。鳥取ママズの中井さんです。あ、よろしくお願いします。鳥取ママズはどういうことされてるんですか？子育て中のお母さんのコミュニティでイベントとかいろいろ子育て相談だったりとか、はい、そういうものをしてます。はい。で、今日ご紹介する、はい、あのカフェも結構ママさんも多いようなので、はい、そういうところも紹介していければなと思ってます。はい。はい、では行ってみましょう。イエイ。イエイ。お願いします。おはようございます。店内こんな感じです。カウンター席と、まあ、それからあのテーブル席があるような店内となっています。このガーデン風のちょっとおしゃれな店内で、今日はちょっと予約を取っていますので、この奥の席に入ってみようと思います。で奥がこんな感じで個室になってます。このソーシャルディスタンス用に置いてあるこのぬいぐるみがめっちゃ可愛いですね。はい、すごい子供が一緒でも退屈しない空間になっている。うん、確かにこれ、ね、絵本が可愛い。うん。あ、結構なんか有名な、うん、アンパンマンとか好きそうなやつとか。ね。ね。絵本も好きだし。うん、なんかこうワクワクしますねこの空間。ね。なんかママ同士でカフェとか来てると、うん、やっぱりおしゃべりしたいんだけど、うん、絵本読んでって言われるとちょっとえってなるけど、入り口にお絵かきセットも置いてあって、なるほど、それはすごいいいと思いました。はいはいはい、うん、あ、本当だ、椅子もあるし、あ、本当だ、子供用の椅子もしっかりありますね。プラスがはい、かわいい。本当だ。はいはい。何枚も。本当だ。ある。ええー。もう退屈せずに過ごせそうですね。ええー。いやもう自分もしたいくらい。あ、本当だ。ええー。いいですね。はい。中井さんは何度か来たことあるんですか？何度かありますね。何度か子供と一緒にとか、はい、ランチをしに。ランチをしに、はい。なるほど。だから今回、何を目的に来たかっていうと、そう、この季節限定のこのメロンパフェ、それからチーズドリンクメロン。このチーズドリンクっていうのは初めてですか？初めてですね。チーズの飲み物が初めてです。確かに普段見ないですもんね。チーズが好きなのでとても楽しみです。なるほど、もうチーズ大好きな人にぴったりですね。そうそうそう、もうチーズガーデンっていうくらいだからやっぱチーズのね、料理がランチとかもね、いろいろあるんですよね。な感じで映えそう、映えそう、もう見るからにこの映える、この映えドリンクって感じですね。いやー楽しみだな。はい、お、来ました。すごい、あ、メロンパフェです。すごい、あ、めっちゃ映える。すごい、はい、あ、来ました、こちらチーズドリンクです。おー、すごい、こんな感じですね。美味しそう。はい、せっかくなので、はい、こだわりポイントみたいなのをお伺いできればなと思って、はい、このまずドリンクから。これ取ってますか？あ、大丈夫です。はい、こだわりポイントはこのチーズ、はい、まずはチーズドリンクですね。はい、チーズドリンクはうちで作ってるクリームチーズを使ってまして、鳥取県産の生乳から、はい、まずはその乳酸菌やいろいろ入れて、うん、でクリームチーズを作っているの でそれを必死な牧場牛乳と一緒に混ぜ合わせたり、うん、生クリーム混ぜ合わせたりしてできたチーズドリンクに、うん、で今旬のフルーツのメロンですね、うん、それを混ぜ合わせていい感じのグラデーションな感じで緑、うん、確かにこの辺りとかはなんかすごい メロンっぽいというか、うん、はい、すごいしっかりと緑が映えるように確かに、はい、ですね。
チケマツいただいて、はい、暑いから、はい、こっちのパフェの方は下に、はい、ブルー、青色が、ちょっとオレンジの、はいはいはい、これですね、ブルーキュラソーっていうオレンジのゼリーでして、うん、オレンジなんですか、オレンジとメロンを、組み合わせた感じの状態で、で中に入っているのが、マスクメロンのアイスですね。なるほど、すごい豪華にメロンをドンと妥協がない、はい、メロンに妥協がない、少ないよりかはもう多くたくさん食べていこうかと、はい、じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。はい、初のチーズドリンク、よく混ぜてってことだったので、ちょっと確かによく混ぜようと思います。はい、おいしい初のチーズドリンクですね。ほんと、なんだろう、チーズチーズしてなくて、クリームチーズだけれどもあっさり、グイグイいける。なるほど、うん、いやこれからの時期にもぴったりですね、本当に。あ、美味しい。いやちょっとまったりしてるかと思って。あ、なるほど、全然まったりしてない。へえ、美味しいです。なるほど、いただこうと思います。が好きなものは最後に取っておいて、このマスクメロンのこのアイスですね、これをじゃあいただきます。あ、美味しい。いい顔出たいやこのメロンのこのアイスとこのチーズの組み合わせがすごいめっちゃありますね。あ、やっと出てきた。これだこれ。これこれこれ。すごい綺麗な色。すごい。この底のゼリーがめちゃくちゃ綺麗。岩見の海みたいな。うん。あ、でもこのマスクメロンのアイスがすごいさっぱりしてるから、男性の人でも、まあ、甘いものがちょっと苦手だなっていう人でもすごい食べやすいですね、このパフェ。あれですかね、これ鳥取県がやってるやつ、鳥取県ですよね、でここではお店ごとにいろいろと特典があって、ここでは提示するとワンポイント追加とお子様ワンドリンク無料、これいいですよね、ドリンク無料、はい、ということで、はい、今食べ終わって出てきましたが、はい、どうでしたか。美味しかった。美味しかったですね普通に美味しかった。本当に、なんかね、チーズって濃厚なイメージだけれども、ちょっとチーズ子供も食べやすい感じです、確かに、見た目だけじゃなくてやっぱもう味も楽しめるっていう、はい、ぜひご家族はもちろんお友達でもおすすめなので、はい、はい、ぜひね、詳細はインスタグラムでお店の最新情報とか更新されているので、ぜひ鳥取チーズガーデンさん検索してみてください。はい、どうもありがとうございました。ではまた。